はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。それではこだわりのソロギター曲集、次の曲いきたいと思います。ロンドンデリーの歌、ロンドンデリーの歌ね、レベル2です。レベル2、これはね6弦が D ですね。はい、3ページです。では行ってみましょう。なるほど、はい、こんな感じですね。
まあまあまあね、このロンドンデリーの歌も結構シンプルなものからいろいろとアレンジものはね、この曲は出てるんじゃないかなと思います。この辺なんか結構好きですけどね。ちょっとこの辺りはなんか変えたいなって思っちゃうけど、まあまあいいか。から14フレットに、ね、行くところ、ここね、装飾音が入ってくるけど、いるかなこれいるかなこれ。なんかちょっとこの辺ね、この2小節なんかちょっと今までの雰囲気となんか違うよねっていう。ちょっとこういうね、つなぎを、タブ譜はね全部4弦でいってる。まあどっちでもで、その下に同じフレーズが登場するけど、今度はなんか2弦の開放使ってる。これもどうなんだろうね。まあ僕だったら、このぐらいで、まあ4弦で97いってもいいけど、3弦の42を取ってもここはいいんじゃないかなっていう。同じ弦で
行くほどのなんかこうメリットが僕の中ではそこまでないなっていう感じ。でここもこんな感じで撮ってるけどね、開放で撮るなら4弦の5で撮ってしまえばいいのにっていう、こうこの辺りをこうなんかねタブ譜でこうここ同じ弦使いたいんだっていう雰囲気、まあ開放弦を使いたくないというか音色的な問題でここのポジションを選んでいるんであれば、ここではあえて3弦の開放を使わないで5フレットを使うのがいいじゃないかなっていう感じはしますけどね。そうです。ここでタブ譜00044弦で24712って言ってるんだけど、これは多分2弦3弦のハーモニクスを残したいからなんですよ。なので4弦で行くんだけど、実際これもうこの時点で多分ハーモニクスの音としてはほぼ機能しないと思うんですよね。で滑らかさを求めるなら僕はもうドロロロロ、もうこっちで行ってしまうか、2弦3弦をどうしても使いたくないというのならミを4弦じゃなくてもうで取る、もしくはミファラド、最後のラとレラとレの音はラとレでハーモニクスにしてしまうとかいう方が綺麗な気はします。
ハーモニクス。楽譜でいくと、こういう動きになるけど、なかなかね、これをきれいに弾こうっていうのは難しい気はするんで、まあ一つのアイデアですけどね。はい、ということで、これで次はもうポップス編、ちょっと今ねコピーの楽譜は持ってきたんだけど、本をね、別の教室に置いてきちゃってるので、スタンダード編なのかな、これ最初の、がこのロンドンデリーの歌で確か終わりのはず。次からなんかポップス編って書いてあったような気もするんですけど、どうでしょうか。まあ曲数はねまだまだたくさんありますので、とりあえずどんどんやっていこうと思います。